どっか行くか。ん？どっか行くか。夏か秋か。夏か秋か。一泊で。あ、行こう行こう行こう。私はずっと行きたいんだよ、旅行。忙しいの、あなた。いやいやいや、なんか嫌なのかなと思って、なんか。嫌なわけないじゃん。いつもなんかさ、別にどっか行こうよって思ってんだよ、私だって。私はだってもう別に行きたいとかじゃなくて、誰かが計画立ててくれて、もうそれに乗っかるみたいなじゃなくて無理だから。どっちかっていうと、私も最近だからそれやるようになったの。その計画立てる系。うん。ドッグラン付きの宿とか行きたい。ああ、それもいいしね、うん。車の運転に自信がないのね。あれでもいいわよ、ノロさんとだったら。楽しそうだな、ノロさんと行ったら。いい言って。ハトバス。想像しただけでワクワクしたわ。改めて東京の街をさ、知ろうよ。でも楽しそうじゃない？わかんない。なんだろう、もう今からでも行ける？夜のツアー2時間コースみたいな。あるよね、もうでもないか、さすがに7時半過ぎて。ちょっと7時半はもうないかも。いや、でも10時ぐらいにあるんじゃない？ハトバス？あーし、屋根ないバス乗ってみたいのよ。え？香港みたいなバス？あの、ハトバスにもあるじゃん。あるある、うん。あれでも乗ってる人も見たことないんだけど。吹き抜けのさ。いいね、なんかハトバスで観光してさ、うん、うん。柴又でも行こう。柴又ねえ団子食って、うん、お兄ちゃんっつって。そう、安っ、このコース。このコース安っ。しかも2階建てバス。いいじゃん。銀座丸の内、東京タワー。あ、浅草。ほら、私これ好きよ。粋な浅草、江戸っ子物語。何今？ん？お酢見せたの？見せてない。見せてない。閉めたな。あ、閉めたの。なんでお酢見せんの？改めて。改めまして。やっぱりミツカンのお酢だよね。やっぱりミツカンだよね。お茶漬けってさ、食べるお家で。うん。なんかさ、うん、すごい肩に力入ってたね、今ね。大丈夫？すごい肩に力入ってた。うん。気をつけないと凝るね。凝る。だから凝ってる、すごい。うん。なんかだん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 、うん、ドラマやってると、うん、3ヶ月間のうちだんだん、うん、凝り固まって、うん、首がめり込んじゃう。すごかった、今も。そうだ、私は緊張性なんかいつもこうなってるみたいで、目の横まであってよかった。こんなの上がりすぎて。チラッと見たらさ、一緒になってんだもん、このラインが。目と肩同じラインに。なるかい、そんなに。ここすごい上がっちゃうんで。あ、でも柔らかいよ。柔らかい、ね、ちょっと私触って。めっちゃ硬いから。なんか大丈夫？ちょっと触って、ちょっといいか。もらわないから、なんか。いや、なんていうこと。悪いやつ。でもさ、あの、感じるときあるじゃん、そういう。あ、なんかこの人今、負だな、みたいな。あ、でも今、負だとは思わないけど。うん。私ね、人よりも元気が3倍あるんだって。やだ、そんな人。やだ。まあ、なってるじゃん、肩ほら、今。なってる。これ通常だから、私は。もっと下にグッて引っ張ってほしいって感じ、誰かに。ね、やばいんだから、ちょっと。ね、マジでここ触って。ここ。肩幅は、ない？やばいっしょ？そんなないよね、でも。ここマジでガッチガじゃん。かわいそうでしょ、うん、よくかわいそうって言う。でもほら、人の3倍元気あるから。嫌だな、そんな人。元気元気。嫌だ、そんなの。何も履いてないみたいで、もなんか安村さんみたいな。安心してください、うん、履いてますよ。朝倉南。朝倉南ってこの？こっちの方？伊藤麻子の方。伊藤麻子四十です。朝子四十です。わ、すごい。ハトバスよりハト胸。どういうことよ。すごいね、いいね。今日でもちょっとおっぱい漏れてます、なんか。そうね、よいしょ。すごいね。根本晴美ぐらいありそうよ。根本晴美。元気。え、元気元気根本さん、元気3倍は元気3倍ね、元気3倍でしょ。私、根本晴美さん見て、うん、希望が湧いたんだから。え、ほんと？がっちりしてたじゃん。でもおっぱいが来てかっこよかったじゃん、うん、私、ああいう人になりたくて、うん、で、希望が持てた。なんかガリッガリの人じゃなきゃ芸能人ってできないのかと思ってたから。小池栄子さんとかも、小池栄子さんはさ、結構痩せてんだけど、うん、肩幅が結構しっかりしてるから、うん、テレビだとかっちり見えるかもだけど、うん、実際あったらめっちゃ痩せてんだけどさ、あのお二人にはすごい勇気いただいたね。なるほどね。昔。
腰の脇変わんねえよな。変わんないね。この間メイクさんが電車でお会いしたんだって。何線乗ってたのかしら、うん、何線なんだろうね。でもやっぱ芸能人が乗る電車って言ったら、うん、なんだろう、半蔵門線。半蔵門ちょっと分かんないけど半蔵門線って芸能人乗りそうじゃん。半蔵門線って芸能人なの分かんないけど大体芸能人がいそうな場所通るじゃん。あ、私は小田急線沿いで波悦子見たわよ小田急線沿いも芸能人いるよねきっとね。小田急だったらさ、どの辺が芸能人住んでんの、ね、勝手に想像しな い適当に芸能人の名前出してどこに住んでそうか勝手に誰だったよ。じゃあ川口春奈。川口春奈さんね。はい、はい、意外と意外と意外といい。おなりもんどうしてなんか誰がおなりなんかすごい寄り道した結果おなりもん、うん、虎ノ門とか六本木とかじゃないの、うん、でもおなりもんだとちょっと芝寄りになっちゃう。あの芝公園エリアとか。あ、だからそっちみたいにな感じの両方行ける感じのおなりもん。そうキラキラ。どんなイメージなの？おなりもんってどんなイメージ？あれ聞いたことないぞ。芸能人でおなりもん住んでますのは悪いけど聞いたことない。じゃあ違う人行く？広？いや多分本当はそうだよ、まあ、リアルに広多分本当はそうだよいやだからもうこのひねりもひねりもなし。いや私だって別に100おなりもんで言ってるわけじゃないよ次今田美桜。うわー難しいなあれは。あでももうガッチガチのセキュリティじゃん絶対。そうだね。えいい、はい、もうこれマストがあるの今田美桜。どこよ、うん、レインボーブリッジ見えなきゃやだいやなんでなんだよなんでなんで大都会で仕事しててレインボーブリッジ見えなきゃやだって。レインボーブリッジはねもう見えなきゃダメなのよあの人。レインボーブリッジ見てからじゃないとね寝つけないの福岡から出てきて、うん、これも全部あれよてこれ嘘でしょ。嘘だよ嘘だよ勝手に言ってるだけよレインボーブリッジ見れないと寝れない寝れないから。じゃあもう豊洲とかまで、そうまで行っちゃうってこと。そう勝ち時。うわ勝ち時だ。勝ち時でいい。え勝ち時今田美桜さん。今田美桜さんは勝ち時に住んでる、はい、そうだねっていうことで、はい、じゃあ私たちの、はい、見解です、はい、やっぱ女優面白いね。女優面白いね。女優面白いね。みんなどこ住んでんだろう。北川景子。北川景子はもう六本木一択じゃないか。マジ？わかんないけど、なんか私はもう北川。でも北川景子ってことはイコール大悟さん一緒ってことでしょ？一緒で、だから六本木のイメージない？白金高輪。白金高輪か。まあ、でも高級住宅街だよねでも絶対、うんうん。でも高輪と白金台の間ぐらいがもうめちゃめちゃ高級。はいはい。あの辺のちょっと奥地のでかいとこみたいな。じゃあ野呂さんが言って今度。え私？もう誰でもいいよ。誰がモデルか女優か。ニコルンしか出てこない今。それでやってみる？ニコルン？ニコルンはもう絶対渋谷の裏の方とかそんな感じしない？代々木。代々木？でもちょっとなんかニコルンには渋谷エリアにいてほしいっていう気持ちあるよぶっちゃけ。近いでしょって代々木。代々木近いけどちょっと大人じゃんなんか代々木って。もう本当にもっと渋谷？もうがっつり渋谷にいてほしいわけ。いやいくらなんでも消灯と渋谷のらへんにいてほしいわけ。なんかわかんないけど。だからまあ富ヶ谷まで行かないってこと。行かない、うん、富ヶ谷までは行かない。あの辺ね。まあでも可能性はあるね。あの辺にいてほしいって希望、ね、可能性はある、うん、こっちのだから渋谷で成長して、うん、渋谷で上り詰めて、うん、渋谷のガツンとしたところにいてほしいっていう、ね、こっちの気持ち。はいはい。ぬくみめるはめるるね、うんめるるどこ。めるるもなんかちゃんとしてそう。まあ、住むとこそんなないけど乃木坂とか。なあびっくりひっくり返って新宿と。なんかちょっと新宿顔じゃない。あるあるある。なんかめっちゃあるわ。勝手に言うけど、うん、新宿顔ない。私的にめっちゃあるわ。もうそれ聞いた瞬間あそこって思ったもんどこだよあれは王林。王林ちゃんも青森から出ないんだよ。なわけないだろ。
何が青森から通ってんだよ。通ってるわけないじゃん。通ってんだって。青森だぞ。青森から通ってんだって。津軽海峡から津軽から来てるわけないじゃん。いやいや、なんかテレビで言ってたんだろ。嘘だよ、そんなの。本当に本当に。え？言ってたから。信じてんの？うん、信じてるよ。だってテレビで言ってたんだもん。テレビで言ってんのって嘘に決まってんじゃん。いいじゃん。うん。島谷ひとみ。よく出てくるんで、そのいいラインが。いいラインなんだし。島谷さんはね、でもね、やっぱね、あの、この間テレビでね。よく見てるね、テレビ。はい。西早稲田。学生の間違いか。はい、はいはい。弱ずれ。弱ずれ。あといいとこ行った、弱ずれ。ね。そこは結構ピンときたね、今。ジャグズレっぽい、はい、あの辺都会だけどひっそりと甘い色の髪のそうそうジャグズレジャグズレひどいな冷静に組み合わせてごらん青い色の髪のジャグズレっておかしくないおかしいよ冷静におかしい詳しいことばっか言うんだから本当に